株式会社は山形県南部で鉄道路線フラワー長井線を経営している第三セクターの鉄道会社日本国有鉄道改革に伴い特定地方交通線に選定された長井線の経営を引き受けて存続させるため山形県や沿線地方自治体等が出資して設立された本社は山形県長井市に所在する イヤーマイナス880、スイングガールズ塗装2016年3月31日現在、一県式6両の機動車と、保線用モーターカー1両、計7両が在籍する。長井市は、最玉川周運の港町であり、日本海から米沢に至る、商業集産地として栄えた町である。工業も盛んであり、そのため、長井市内には、数々の江戸、明治、 大正、昭和前期の近代建築物や遺物が多く残っている。フラワー長井線の長井駅の駅舎も昭和30年代に2代目に改築された旧国鉄長井駅舎であり、すぐそばには旧鉄道館舎も原型を残しながら現存している。また、終点の荒戸駅手前に架か,かる最上川鉄橋は日本で最古の頂大鉄橋である。 この橋はもともと1887年にイギリスのメーカーによって製造され、東海道線の基礎川橋梁として使用されたものを移築したものである。同じトラス橋が使用された寺沢線の最上川橋梁とともに平成20年度戦勝土木遺産に認定された。また、2015年8月4日、 開業当時からの駅舎が残る西大塚駅と宇前、成田駅の駅本屋等が登録有形文化財に登録された。運行しているフラワー長井線の乗客源により、山形県や沿線市長は年度ごとに、計6000万円を補助して、赤字を穴埋めするも、2016年度の業績予測では、当期損益が1億円の赤字が見込まれた。 そこで2017年10月4日に地域公共交通活性化再生法に基づく鉄道事業再構築実施計画を提出した。計画の期間は2016年12月下旬から2021年3月末までとし、計画には沿線西日町が山形鉄道から鉄道用地を無償で取得して山形鉄道に無償で提供することや、 地域資源の活用ツアーや新グッズ開発が盛り込まれている。同年11月に国から再構築実施計画が認定され、5年計画で経営再建することとなった。同年12月下旬には計画に基づき鉄道事業運営と施設、用地保有を切り離す上下分離方式を導入し、 長井市をはじめとした沿線西二町が施設整備費の1億1700万円を負担した。これにより2017年3月28日の取締役会で2016年度決算が約1500万円の黒字に転換する見通しと報告された。黒字決算は20年ぶりである。事業者は計画中の五年間で前述のツアーやグッズの企画と 鉄道施設維持、修繕経費として、計8400万円を拠出して、計6億円の予算で、老朽設備の更新、修繕を実施する予定。最終的には2020年度までに680万円の準利益計上、輸送辞任は2020年度に51万9600人を見込み、計画未実施に比べ1万7400人の増客を目標としている。 飲食店などが購入して配る企業連携型片道乗車券の導入など利用促進の経済努力も行っている。ありがとうございます。